やばいシーフードレストランに来ました。乾杯です。リオビール。はい、ただいまラワイの桟橋に来てます。日本の企業がね、この桟橋を作ったという話なんですけども、子供たちもこの前でね、遊んでます。これ魚釣りもできるんでね、魚釣りイカとかいるんじゃないですかね。夜景も綺麗です。ちょっとね、これだとあんまり映ってないですけど、綺麗な感じでいいんじゃないですかね。デートコース、はい、ということで今我々はこちらラワイのですね、なんていうところですか、シーフードマーケット、シーフードマーケットの通りをね歩いております。正面右側がマーケット、あ、正面右側がマーケットでございます。左側がレストランに行って買ったものを持ち込んで作ってもらうというシステムですね。そういうシステムいいですね。こちらも海側はオープンですね。買ってきてここでね、クッキングしてくれるということなんですね。100バーツ。お土産品持ってます。新鮮な海鮮がたくさんあります。ロブスターとかね。わ、カブとかにも売ってます。ヘッドスナッパー、アサリですね。新鮮ですね。元気ですね。アサリ元気。うわ、すごい混んでますね。大込みです。やたら混んでますよね。20センチ以上。乾杯です。リオビール。あ、ただいまですね、どこにいるか、サワディラワイシーフードフェス、ラワイマーケット一番奥の右側です。変なお米です。今日は顔映ってませんよ、大丈夫ですよ。リオビールでね、乾杯しました。こちらはね、桟橋があって、はい、海です。こんな感じでね、雰囲気バッチリですね。ここはね、持ち込むとですね、まあ、ワンイチですからね、1キロで100バーツ、175で、はい、ミニマム75バーツということでね、持ち込みも OK、調理してくれる、大人気でございます。まあ、どこもね、レストラン、持ち込み OK みたいなのね、はい、料理くんの楽しみですけども。はい、まずやってきたのは、イカの、イカのカレー炒め。カレー粉炒め。カレー粉炒め。はい。どうぞ。つまみに。クラムパッポンカリーっていうんですね。はい。そうですね。
パッポンカリーはやっぱりエビ、イカ、カニか、カニカニカニ、フーパッポンカリー、フーパッポンカリーが有名ですけどね、カニは食べにくいので頼まないですね、はい、じゃあ師匠に感想だけしていただきましょうか。辛くないですね。辛くないです。イカは新鮮です。いや、イカは食べてない。イカ食べ、イカ食べたら味わかんなくなっちゃう。旅行客に食べやすい味ですね。辛くない、うまいな。コメントが旅行客に食べやすい。はい、続きましてお野菜やってきました。はい、じゃあこちらね、来ました。行ってみましょう。うん、箱じゃなくて美味しいですね。ガーリックが効いてます。こちらイカもね、プリプリして美味しかったです。そんな全然辛くないですね。ココナッツの味が、うん、ビールのつまみにはいい感じ。はい、ということでエビもやってきましたよ。うまそうですね。すごい、いただきたいと思います。あー、こぼした。じゃじゃーん。あー、こぼした。何やってんだ、おい、酔っ払ってんだ。うまい。うまいです。あ、これカレはい、ということでデザートにスイカが出てきました。まあ、デザートじゃない、よくね、あの前菜にスイカが出てくるお店も多いんですけど、まだビールを飲んでおりますが、スイカです。さあ、普段ですね、フルーツ全く食べない高地でございますが、今回ちょっとね、ここでフルーツ、初フルーツいってみたいです。はい、ということで、初フルーツ。マンゴーぐらい食べて帰りたいんで、マンゴーティッキーライス食べて帰りたいんですけどね、あんまりもうマンゴーですね。はい、ということで、スイカいただきます。海バックに。子供が走ってる、子供が。わー、子供がいっぱい遊んでますね。はい、スタッフの子供たちの方が。はい、はい。うん、甘い。甘いですね。スイカ食べたのなんか何年ぶりかな。はい、ということで、あー、お腹いっぱいです。リオビールオービンウィン、2人で3本もあげちゃいました。マッサージの後だったんで、もうヘロヘロでございます。エビがね、めちゃくちゃ美味しかったです。カレーも美味しかったです。お腹いっぱいです。はい、ということで二次会どこ行くかって、もちろん夜の街に出撃します。肩に戻って遊びに行きます。レッツゴー、レッツゴーです。サワディーラバイシーフード、ごちそうさまでした。おしまい。
と言えるこの時が宝物。プケットの夜に魔法が語る、僕らの愛が輝き出す。プケットの夜に恋しか君と一緒に未来を描いて、どんな時でも忘れはしない、あの夜に二人の物語が始まった。